ミスターカブラギカブラギ剛士さんカブラギ剛士選手にえっとご登壇いただきたいと思いますカブラギさんお願いします。えー、こんばんは、えー、カブラギですよろしくお願いします。あのー、えー、っとそうですねいよいよ2ヶ月になってですね過去、えー、UTMB は6回出てるんですけども今回7回目の挑戦、えー、7年ぶりということなんですけどもまあ昨日もねあの先山田さんもお話ししましたんですけど。 まあ富,士山に富士山2回登ってね、結構疲れましたね、今、疲れてるんですけど、でも、なんでしょう、精神状態とすると、今、7回目の今回が一番いいですね、なんかこう、わくわくする気持ちで、ああ、ようやくゆうてんにまた出られるんだなっていう気持ちが、すごく今、高揚感というか、楽しみで、なんか、すごく仕方がないっていう感じですね。 まあ実はまあ過去6回というのはまあ本当にこうプレッシャーの中戦ってきてまあ今はもちろん今回もプレッシャーがありますけども,もう本当に吐き気がするようなプレッシャーの中でえ戦ってきてまあそ,のなんかそういった中でねえ戦ってきた中のあの気持ちとは若干違うただ、もちろんえ今回もね精一杯頑張ってあの本当に、あ。のー 自分らしい走りができればなというふうに思っています。はい、大丈夫でしょうか。今どこまで話すのかなと思って、はい、これでなんか50分もあったらどうしようかって。大丈夫です、はいえー。今回ですけれども、あ、どうぞお座りください。えー、今回えっ、ー、とトークショーという形を取らせていただきまして、えっ、ー、と皆さんのまあ声の代弁者といいますか聞き手として、えー、千葉由美子さん、えっ、ー、とご存知の方もいらっしゃるかと思いますけど、簡単にちょっとあのご紹介させていただきたいと思います。えっ、ー、と主にアウトドア登山 等のまあライターをされているあの千葉由美子さんなんですけどもご自身でもえっとトレイルランニングの,あのウェブマガジングランノートというものを主催しておりましてまあそちらの方であのトップトレイルランナーですとかあと山に関わることですとかまあ旅ですねそういったことを記事として挙げられていると同時に n u m b e r w e ブさんの方でも連載をされていますのでもし気になる方はえっとこの後あの帰りがけ見てみてください。 で主な書籍としましてはあの田中将人さん、田中陽樹さんの「イーストウィンドの,あのアドベンチャーレースに生きる」という本ですとかあとはこの前アコンカグアに挑戦された三浦雄一郎さんの「残す言葉という本も出されております。 で非常に私自身、千葉由美子さん、今回なぜ選出、えっと、したかといいますと、あの非常に一般の目線で聞きたいことをどんどん聞いて、それをこう言葉として発信する力が非常にある方ですので、今回の場にはすごく適しているんじゃないかなと思って、あのこの場でご用意させていただきました。というと、千葉由美子さんにプレッシャーかかるんですけれども、えっと、早速、千葉由美子さんにご登壇いただきたいと思います。よろししくくおお願いいます大きな拍手でお迎えください よろしくお願いします。よろしくお願いします。小倉さんとは、はい、あのインタビューという形ではなくて、ちょっといろいろご一緒させていただくこと。そうですね。あのね、トレーナーズ協会でね、はい、あのいつもご一緒させていただいて、多分こういう形では初めて。そうですね。<laughs> なんか照れますね、なんかね。よろしくお願いします。<laughs> ますはい、今日はもっと皆さんの代わりに質問するっていう形で、こう、はいろいろ伺いたいと思うんすけれども、はい、まずあの今日の。 あのエピソード2を拝見してはいはいでどん底からはい上がるっていうすごくあの力強いごメッセージをいただいたなと思うんですけども <えー S 1> ちょっとこの1年半の <はい S 1> エピソード1からちょうど1年半ありますので。 まずどんな状況からこうどこに向かってスタートしたのかっていうあたりを伺ってもいいですか2017年の、えー、だから2年近く前ですけどもねレイユニオンのレースで、まあ、あの前からねあのネバーのプロジェクトが立ち上がって、まあ、あのレイユニオンではあの2回過去失敗してま中でねあの自分の中では完走はしましたけどもやはりまあ本当に昔のようには ああ走れないんだなっていうのをもうつくづく感じた別に、まあ、さっきもありましたけどもね自分自身が2009年ね UTB サ3位になった時からあのやっぱりある意味ねあのアスリートにとってこう老化っていうのは、まあ、普通の人の老化に比べてもよりもずっと深刻なもの、まあ、ある意味こう自分のアイデンティティが失われていく中、まあ、ですよね。その やっぱり辛い10年っていうのをずっとまあ経験してきて、でもう本当にこのあのレイユニオンで、あもうもう二度と昔のような輝けないんだなっていうのを感じたんですね。でその後あのその冬にカオネアにカネアテク大学行って、まあ現実を見たわけですよ、はい。<laughs> どんなどんな感じだったんですか。すすあのちょっとなんとなくぼやっとした表現で,で<笑><笑>思ったんですか。あのもう本当にこうあの心配機能が落ちてるし、はい。 逆力も落ちている,、うん、いるし逆力というかもう瞬発力っていうんですかね、はい、あの軽く動,か動く力、うん、あとだから本当にだからトレランニングってやっぱ山登る力ってやっぱりすごく途半力が必要なのに、はい、まあ本当にそれに必要な能力ががっかり落ちていて,、うん、て逆にあの山本先生から言われたのはえよくこの数値で <laughs> 今のす結果出してるねって言われるぐらい。 な感じだったんですねご自身ではそういう,こう自覚というかまあもちろんありまんしたね昔のように走れない昔のように走れない本当に悩んでばっかりいてか辛い日々でしたけども、うん、それがもう数値でバーンって出て、はい、あーってもう,なんかもう本当にもうあーっていう感じで。うん ショックで、うん、でもまあ当た,当たり前ではもう50代の人間が、はいよね、30代後半のようね走,走るわけがないわけでだけどやっぱり人間っていうのはこう数値で見,られた時見,見せられた時に、うん、ああっていうふうにもうなんか本当に暗くなりましたねなんかね、うん、でも本当に暗くなってもしょうがないから、はい、あのそこから、えー、頑張ろうっていう気持ちで、まあ、ここ2年ですねもう頑張 本当にいろんなことやってきましたね本当にいろんなことやってきたなって感じででもなんかこうこの今の映像を見てね、はい、見るとなんかすっごいこうこれにしシャーッて <laughs> 深刻な感じがするけど <laughs>、はい、僕自身は誤解なく言うと、はい、この2年は本当楽しかった<ー>、うん、楽しかったですね。うん、だから なん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 かねすごく的外れな言い方だけど、はい、あのなんて言うんだろう、もうもちろん2009年のやっぱり世界サインなった時のまあそのまあ本当にこうなんていうんですかね、そううまくいくサクセスのこうまあセオリーっていうのがあるんですけども、はいはい、やっぱそれはもう完全に捨て,た捨てましたね捨てて。 捨ててでそこからも違うこの老化した人今の自分に合うあのセオリーって何だろう、うん、あのメソッドって何だろうっていうのを、はい、あの本当だからあれですよあの科学者が、はい、あのこの自然界の「真羅万象」の摂理をこう紐解くような感じんかこうトレランってやっぱ新しいスポーツだから。うん あの分かんないですよみんなまあまあ僕はそういったポジションでねあの入れたんで今までいろんな本書いたりとか、はい、自分自身の体をこう使ってあのこうなんだってことをこういろいろ本で、ね、出してきたんだけどもそれさえも,もう通じなくなってきてやっぱそういう時にやっぱりね本当に誰もこうやっぱり過去前を言ってる人たちいないから、うん、もうやっぱり自分の体を使ってね模型試すしかないくて。 だからそれが楽しかったですねなんか本当にいろんなことやっていやもうもちろんねさっきの一味さんのトレーニングもすごく、うん、もう、まあ、非常に大きなウェイトも占めてますし、うん、自分でもねこんなことしたらどうだあんなことしたらどうだっていうことをなんか本当にやり続けた2年。 で,でしたね、うん、SNS などでこういつもトレーニングのあとブログですとかで、はい、あの拝見してたんですけれども、はい、そのこれまでのこう価値のセオリーみたいなものを一度、うんまあ、ちょっと言い方が正しいか分かんないですけど自分の中で否定してで新しい方向を探っていくっていうのってとっても、うん、こう勇気がいることだった じゃないかと思ったんだけどですよ、ね。その切り替えはすぐにできていたんですか。いやできなかったですね。できなかったなっていうのはも,、うん、もうやっぱり2009年っていうかまあ2009年限らずねやっぱり40代後半から40代前半であの u t v の表彰台立ってる時の、はい、もう練習日記ってもうゴショはもう肌身離さずいつも持ってそれは深い意味でいるんですよね。はいはい、でだけどそれが結局肌になっちゃうんですよね。今の衰えた体でそれをやってしまって たら結局もう体がついてこなくて、はい、まあ結局あの去年のようなねあのまあオーバートレーニングによるまあ本当に、まあまあ、過労による、まあ、入院みたいな感じで、はい、あこれはもうダメだなっていう、うん、なんかすごい悲しかった部分もありますよねだから、うん、あの今まで、まあ、僕,僕にとっての僕の強みって、はい、あのやっぱりなんだろう 正直今、トレーランニングのシーンでもう若い選手強い選手いっぱい箱根駅伝出たとかもうフ,ィフィジカル的に僕以前の若い時の僕なんかより全然レベル高い人たちがいっぱい今いるしだけどあの僕の強みって一つだけなんですよね、はい、あの無理ができることあ<ー>もうそれしかない <laughs>、はい、無理ができることと、はい、もう本当に人がもう嫌気がさすようなトレーニングを。はい ねちねちねちやり続けられる <laughs> 執念深さしかないんですよ、僕は。だからもう能力的にはもう全然劣ってるしまああのかつてのロードランナーの時も二流三流だしあの誰でもや,やれたり本当に頑張りは無理が聞けたんですよ、体だったんですよね。がもう結局、無理も聞けなくなったから自分の最大の強みも,もう出したし、結局ね体壊してしまうってまあまあその当たり前っていうのは当たり前なんだけど。 やっぱその現実をやっぱり知った時っていうのは本当にくるくるなんかもうえ一体俺どうすりゃいいんだろうみたいな感じ無理すりゃなんとかなるという気持ちがいつもどっかにあった無理さえすれば本当にあのかけねなくもう人の2倍3倍やれば自分だって絶対まだまだやれるぞって世界で輝けるぞって思ったけどそれはでもできないっていうまあそこで本当にこう。 考ええ方を変えたんですよねだから今までは本当にこうあのあれですよねオフェンスですオフェンシティブなこう感じでとも攻め攻めも強くする心配筋を強く脚力を強くするっていう、うん、でももうそれはできないっいた時にやはりこう今はディフェンシブな考え方でいろんなことを考えるようになってきてる、うん、まあそういった中でさっき言った一夢さんのフィジカルトレーニングだったり、はいはい、あるいは本当といろんなケアだったりとか。うん あのそういった部分を、うんえー、自分の中でこうもう一回見,、まあ、見直してやっている映像の中でやっぱり市水さんの,そのとの出会いが大きかったとっいうのがものすごい伝わってきたんですけども、はい、具体的にこうど何が足りないというふうに、うん、教,教えて,てかいただいてどんなふうに具体的なこうトレーニングというのを多分。あの 同じ世代の方たちはそういうのを伺いたいのかなと思うんですけどす、ね、あの、まあ、さっきベゾにもあったけどあの最初あのテストしたんですね、はい、で驚愕の数字で一めさんは本当にねあの品のいい方なんでそんなこうあの強い口調とは言わなかったですけども、はい、あの本当に同じ50歳60歳の普通の人の、うん、何にもしてない普通の人よりもひどい。 っていうようなえそれは理由あ,るんですかあのそんなようなことをや <laughs> やむま里あの素質を紳士な方なんで <laughs> はい、はい、そんなダイレクトな言い方はしなかったけどわ、はい、って言われた時にあ要は体のしなやかさであったり、はい、あの力の伝え方であったりとかそういった部分っていうのがまるでできてなかったもう故障して当たり前みたいな体 <laughs> ですよねうんだからそ,それは年齢でこうできなくなっていたあそれっていうことなんですか、ね、あの多分 かつてはでできてたんんだと思うんですね自分の中で全盛期の時はできてたんだけどももちろん年齢やってもできなくなったってもあるしあとやっぱりその過度なトレーニングの中でどうしてもこうオフェンシブに考える中でんていうんですかいつしかこうしなやかな体の動かし方っていうのをもう忘れて記憶からも忘れてしまってもうガーンガーン <laughs> もう上 <laughs> ることを下ることしか考えてなかったみたいな <laughs> 力技みたいな感じ,じなですかそうですね力技そう、うん、そんな感じになってきて機能がどんどん低下していくっていう,う特に股関節周りの動かしもう体なんかも、はい、あの動きがもうひどかったです、ね、最新号のランプラストレールさんにもそのあたりのことが触れてあってすごく気になったんですけど股関節周りが<う>おえど,どういうふうにしたらどういうふうにしたら よくなるんですかこれは、ね、まあ専門的な話になっちゃうんですけど <laughs>、はい、あんまり言っちゃったとないんだけど <laughs>、ね、やっぱり上るて下るときにこう股関節でこうクッションをなんです、ね、こう,うまくこう力を和らげて、はいうん、だからこそ長い距離走っていけるんですよね、うん、もちろん筋力パワーがあればそんなの関係なくガンガンいけるんだけど、うん、まあそれがないから上こ,うこそやっぱりこうなんていうんですかねそこを吸収させるような衝撃を吸収させるような力パワーなんていうか技術っていうんですかね <laughs>、はい 全くなかったったていう感じですねそれを回復させたりあ,<ー>あとは体幹ですよね、うん、体幹もあのただ腹筋やってりゃいいって思って体幹ってものすごく奥が深くて、はい、あのいろんな方向からやっぱり切り口から入れていかないと、はい、本当にトレーランニングって不整地でこう使える体幹っていうのがやっぱりできない、はい、だそういうのをこう手に入れるべく、うんえー、本当に頑張って1年間だったかなという感じですね。まあ そうですねあの、まあ、本当は僕はあの本当に人の話聞きたくないんですよ、あの <laughs> <laughs> なんていうか、こう言っちゃうんだけど本当に人の話聞かないところがあって、はい、いろんな名コーチとかが、はい、ああだこうだって言ってもあもちろん、ああ、そうですか、あなるほどって聞きながらも、うん、違う。 それ,はそれは多分違う教わりべたな感じなんですかねそう結構うがった見方をする悪いやつなんですけど初めてちょっと市宮さんのこういうことを聞く耳を持ったかなっていう初めは正直僕も市宮さん何んでこんなこと初めなんか何やってるのわ分かんないですよねこんなことでえわざわざ1時間半も2時間もかけてこう来て。 っていう意味わかんないなと思ったけど何なんだろうって <laughs>、はい、騙されて騙されてるのかなみたいなか笑ってらっしゃいまあ一味ずさん,しんでし <laughs> ねごめんなさいね<笑><笑><笑>でも本当、えー、ああ何ヶ月かしてるからほん時間経つんですよね僕あのあってあるねゲストランドに出た時のレースの時にあの走まあまあその何年も出てるレースなんですけども、はい、あのもちろん もう,もう何年もでも5年6年出てるからタイムって落ちてきてる、うん、で、まあ、そのレースであのもちろんタイムは良、まあ、かった良かったけど、まあ、5年前のほどはよくないだったんですよね、うん、でも一番変わったのがあの疲労感が本当もう軽減す<ー>劇的になかったっていうのがびっくりした。 長く疲れにくい体になったんだなっていうのが初めて分かった大体そのレース出るともうガッタガタでも翌日とかもう,もう新幹線帰る時もなんかガッチガチになって3日ぐらい動けないぐらいな感じだったんだけど翌日からもか,んなんかあれこれ俺スピ,ードスピードトレーニングできるんじゃねえかこれみたいな感じのそんな感じだったんで。 あこういうことなんだっていうのを初めて分かっ、うん、その時に分かったって感じですねやっぱり自分では分かんないですよねやっぱりこう一味、はい、さんじゃないこう俯瞰してこう、ね、遠くから見てもらえて分かるんでしょうね、うん、あのいろんなトレーナーさんにお会いになられたっていうふうにちょっと伺ったんですが一味さんの「おこれは合うかもしれない」って思ったのってどんなとこだったんですかトレーニング方法として。 何だろうなんかこうて丁寧になんかこう教えてくれたんですかね、うん、なんかこういろいろなここはこうみたいな感じで,でなんか論理的な感じでできなくてもなんかあんまりこう、まあ、次あれですねみたいな感じで、うんうん、なんかやんわり系な感じで <laughs> <laughs> ねあのやっぱり僕もねもういい年して、はい、あの。 うまくなんかこうあの祭り上げながらこう,なんかうまくこう, <laughs> こう,こう下げたり上げたり下げたり上げたり上げたりみたいな感じで去年じゃあ信越に出られて、はい、えっと、はい トルデジアンを見送られて、はい、で、新越に出られたときはもう、一、はい、水さんのトレーニングを始めた,後たです、ね、あのあの直前ぐらいからですかね、<ー>新越は本当に大きかったですね、うん、僕のこのネバーのプロジェクトの中で、あのまあね、あのご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、去年のちょうど、今頃にちょうど1年前はベッドの上です、<laughs> もう入院ですよ、もう <laughs> 入院して、帯状疱疹もあるし、うん、もう40度の熱が。 1> 1週間ぐらいい下がんないですよもう,う,もうくるんくるん天井が回って「あこの熱下げてくれ」って感じで、ね、まあその後では自宅療養2か月したわけなんですけど長,い長かったんですね,ですねなんかこう一旦走ったと思ったらまたガーッてまた白血球数がまたガーッとが下がっちゃってあ<ー>あなかなか白血球とかあの血液検査しても本当に正常戻んなくて、うん、だけどやっぱり。 トルデジアンに出られなかったのが悔しくて、うんはい、やっぱり何としてもやっぱりこう来年のね今回の、まあ、来年の UTMB に向けて何かやっぱりこうしないと自分の気持ちが収まらない中であんぱい進越レースプロデューサーの石川君もね UTMF にこう手伝ってくれたり走ってくれたりしてた間柄なんでやっぱり彼のレスで出る、まあ 一度出たいっていう気持ちもあった、強かったんですよね。あ、これやっぱり、やっぱり新越だろうと思って、もう。二週間ですね。直前に、直前に、俺、電話して。で、いいっす。くしか君電話したら。あ、いいっすよって。出てくださいよ。お願いしますよって。が早かったんです。そうそうそう。なんかもう、それで。 本当だから2週間の準備で出て、うん、でもあの正直もっと走れると思ったんですよ。はい、っていうのはその倒れるぶっ倒れる前までに相当練習積んでたんで、はい、その貯金がたとえ2か月間何もしなくても生かせんじゃないかってちょっと思って出たら、まあ、とんでもない間違いでして、はい、いやもう本当になん もう最初出だし2キロ3キロで、うん、あこれ100マイル走れないかもしれないなっていう感じそ,そんな感じでした,んな感じでしたね、うん、今までにないおも体の重さっていうか、うん、あの何て言うんだろう単に重いっていうかもう何て言うか体調が悪いっていう体の重さっていうんですかね内臓がえー、なんかもう本当に言うこといかないみたいな感じでだから走って てもう何が何でも完走したいしあのもう順位はもうどうでもいいからとにかくもう完走だってことでね、はい、走り続けてきて、うん、でその時にやっぱり恥ずかしかったですねもう,もう70番とか60番とか、うん、走ってるから今までそんなね走ったことなかったしでもすごくあのその時にすごく印象的だったのが。あのうん 応援してくれる皆さんが、はいあの、もうなんて言うんだろう、応援がすごいなんか、うん、なんて言うんだろうな、本当に、いつまでも走ってくれとか <laughs> <laughs> あの、走ってくれてるだけでいいからとか、<laughs> <laughs> あのなんかあの、もう走ってるだけで、もう <laughs> なんていうか、元気づけられるんで <laughs> もう無理しなくてもいいから走ってくださいって言ってる感じがいっぱい、こう。 そういう応援だった、ね、もう今まで聞いたことない応援。エドごとになんかもうなんか大したことねえなこいつみたいなあ終わったよなっていうような感じでこそこそ言われるのかなと思ったら、うん、あの本当そういう感じの応援をいただいて、うん、あなんかその時に自分がなんかあって自分のなんかこう役割っていうのがもう変わってきてるんだなっていうのを感じたんですよね。うん、具体的にどんなふうに、ん？なんかこうトップツートップで。 結果にこだわってもう無理してギリギリ言ってもう涙流して鼻水垂らしてぎっていうまあもちろんそれは必要なんだけどなんかこう、うん、なんだろうなこう、まあ、50歳っていう年齢を超えて、うん、えやっぱり同じ世代の人間がすごく多いんですよねやっぱりトイレアニもっ、はいうん、やってそれで彼らにやっぱりこうやっぱり年取ってもね あの目標を持ってポジティブに、はい、あの生きるっていうことの大切さっていうのを、うん、やっぱりこうメッセージとして伝えたいっていうのは、うん、その気持ちがすごく今で出てきたなっていう感じですねなんかもうなんかこう前何て言うんだろうその目の前にあるこの小さな結果とかよりももう本当に自分がもう全勢力を尽くして、うん、一つの目標に向かって。 50歳もうそういうことように立ち向かうのはあのいつの時代でもいくつになってもどんな状況でもすごく素敵なことなんだっていうことをやっぱりメッセージで伝えることがあ俺の役割なんじゃないかなっていうのをすごく感じそれからネバーの考え方もすごく変わりましたね、うん、どんなふうにやっぱりネバー始めた頃はやっぱり自分の名前がこう。 自分がもう終わっ,たって人間終わったって思われることへの反発心っていうのは正直強かったですね、うん、やっぱり自分はまだまだやれると思ったし、うん、あのー、本当にもうこの UTB をもうなんていうのもう最後にしてもう,もう燃え尽きて、うんえー、なんていうのなんていうんだろうやるっていう感じの見せつけてやるっていう感じの、うん、それで終わりにするんだっていう感じの、うんはい、見ておれって感じの <laughs>、はい。 だったけどまあ何でしょうこの言い方が難しいんだけどやっぱりやってる中で、うん、やっぱいかんともしがたい老いとか、うん、あとやっぱり人間っていうのはやっぱり気持ち変わってるんですねやっぱりね、うん、本当に特に40代の終わりから50になる時ってこ,こんなに人間って変わるんだなっていうのをね、うん、あの知りましたねなんかこうやりながら自分の役割ってちょっと違うのかなっていう。 今持ってきてきる感んかこうもちろん今回の UTBA もう全身全霊でね <laughs>、はい、あの頑張るし、はい、だけど何かうん、なんかこう言っちゃこの場で言うのも変なんかすごく変だけどなんかこの先もなんか自分の役割はまたあるんじゃないかなって変わってきた、うん、今変わってきてる感じかなっていう。うん せっかく一民さんのトレーニングをやって、はい、えこれで終わっちゃうのかっていうのもなんかもったいない気もするなっていうか、うん、で今までやってきたこう自分なりに試行錯誤してきたいろんなことが、うん、あなんかもっといろいろ試してみたいなっていう<ー>なんかまだまだもう2か月しかない、ね、試したいこといっぱいあるのに <laughs>、はい、ああ、こんなに足りないって感じ、ね、足りなくなっちゃったよみたいな感じですかね。うん、なんか楽しい,、うん、い今は、うんうん とにかくでも本当に幸せですね冠木さんのこうこ,こ数か月の発信をこう見せていただいてもなんかすごくポジティブといいますか以前はあのなんかあのこんなこと言っていいのか分かるんないですけどもすごくこう年齢のやっぱり年だからっていうつぶやきが多かった気がするんですけど最近はこう調子が上がってきてるような お写真吹っ,っ,っ切れた,っ切れたと諦めもあるかな <laughs> いろいろだけど <laughs>、うん、でもあのやっぱりそうポジティブに考えるようにしましたね、うん、何事もあのさっき言ったそのね1年前に倒れたのもあのオーバートレーニングもあるんですけども、うん、まあ実を言えば。 オーバートレーニングにメンタル的なスストレもすすごく大きかったでプレッシャーもあるしいろいろですよね、やっぱりこの先の将来の不安俺、50歳でこれから先走っていけるアスリートとしてのってこともあるしもっと下世話なこと言えば俺、食っていけるのみたいなところもあるし。 だって別に会社潰してわけないし <laughs> で、ねはい、不安定っていうか気軽いなく不安定じゃないですか、はい、もうなんかと明日病気になって交通事故になったらうもう生活できない、うん、娘がいるんでね、はい、もう娘がいるとやっぱ小学生になってね <laughs> ああ小学生ああちゃんとお金払っていかなきゃなと思ったり <laughs>、はい、あとやっぱりあのやっぱりれあとまあ、ね、これ口幅なんかこう高みからいっちゃうような言い方しちゃうけど、うん、やっぱりなんかこう トレイランニングってスポーツ自体をなんかやっぱ背負わされてる感じ、はい、で自分がいつも責任を負ってる感がこうある、うん、そのプレッシャーって結構あるんですよいつもストレスが、はいはい、トレイランニングの,のなんかすごくネガティブなことを言われるとなんか自分のことのようにこうネガティブになっちゃう、うん、ところもあったりあとはもう本当に、まあ、人間関係とかねあといろんな 言われのないこういろんなことを言われたりする時もあるんですよね、うんうん、で結構そういうのですごく心がざわついてたところにこうオーバートレーニングでっていうのがあってやっぱりあのオーバートレーニングはやっぱある程度やんなきゃいけない、まあ、まあオーバートレーニングじゃなくてトレーニングをやっぱりやんなきゃいけないし6月今月は本当によく走ったしもう精いっぱい6月乗り越えたかなっていう感じもするけど。 やっぱり精神的なストレスはも,なんかもったいない、アホらしいってうじゃあ、それは自分がどう感じるかだけでコントロールできる世界の話なんでそれをなんか自分にマイナスに持ってくさせるんじゃなくてやっぱりプラスにさせたいなっていうのがあってもちろん、それがなく、ね、あのメンタルの持ち方をだいぶ変えたましたね、うんうん。それはすごく大きい なと思いますね大きかったと思いますし、うん、というかポジティブに考えるようにし,してます僕はそういった本をね実は書いてる本人書いてるんですけどいしし書いてる本人が意外にできなかったりするですよ。かつてはできたりしてたんだけど、はい、やっぱり人間ってやっぱおさっき言ったように心って同じじゃないから、うん、やっぱりできてる時は「ああこれはこうやって乗り越えました」みたいな感じでわーって書いて偉そうに書いてるんだけど <laughs>、はい、やっぱできない時もあるんですよね。うん できない時がやっぱり去年のそうですね春ぐらいから6月ぐらいの時だったかなやっぱりうん,うんそうですね今ご家族のお話が出てあとこう精神的なプレッシャーだったりこう世の中のトレイルランナー冠城剛の見え方がこうやっぱ変わってきたことが大きいっていう話がちょっと今あってでこのネイバープロジェクトだけじゃなくてあのこの「この、うん、えー。 2009年の UTMB3 位からこの10年で、はい、冠木さんご自身もこう冠城さんを、うん、お周りの方が見る冠城さんもものすごい変わったんじゃないかなと思うんですけれども<ー>で、でこう、えー、なんですかねまあ年齢的なものもあって、はい、失ったものと、はい、あと手に入れたものみたいなものって<ー>どんなふうに失っ違ますか 本当にまあなんだろう自分今50もうもう時期が秋なら51なんですけど、はい、あ今の10 15年、うん、いや15年といわれて10年若かったら。うん もっと楽しいこともできるんじゃないかなとか今のトレーニングシーンってやっぱりこうすごく盛り上がってきてるし世界の数勢っていうのがすごく、ねはい、僕の時は面白くなってきてるから、うん、またなんか若くなってあのいう舞台で活躍できたらどんなに楽しいだろうなと思うこともあるけど、うん、それはできないことだし、はい、まあその失ったものってのはそういうものですよね。はい、だ得たももののっていうのはでも でもすごくいっぱいあって、はい、あの僕が今今回ね NEVER プロジェクトが構築できるのもやっぱり30代後半から40代の時に、うん、まあ本当に吐き気がするようなもうプレッシャーとストレスの中でもう全身全霊込めて戦ってきて、うん、でやっぱり本当ね40まで勤めた役人を辞めて、はい。 もう,路を立ってもう本当にこうなんていうんですかね、えー、本当に死に物狂いでやってましたね、はい、結果出すことにして結果出すことに本当に死に物狂いでやってて、うん、でまあまあこう自分が納得完全に納得するかっていうと難しい部分もあるけどもまあ結果を生むにはどうとしてももうやるべきことは本当にやったなと思いましたあの u t 0 b のあの6回の中で。はい ああ本当に2回もう1回あの時期を過ごしても多分あれ以上のことはもうできないだろうなっていうぐらい一生懸命やって、うん、多分あの30代から40代の前半のあの,あの時期があったからこそ今のネバーっていうのが、うん、あのまた新しい取り組みの気持ちでできてるだから本当に今自分はあの,あの時の自分にすごい感謝したい。うんうん、なんか本当にありがとう って言いたいたなと思う、ね、だからやっぱりこういろんなアスリートいるけども、はい、やっぱりこう若くしてできる時にはとことんやんなきゃダメなんだっていうことをやっぱり伝えたいなと思いますね、うん、やっぱりそれがあるからこそその先のチャレンジとかもまた違う気持ちできる、うん、多分それが中途半端にやってたらいつまでたっても同じようなチャレンジしかできない、うんうん、って気がする。だからうん 本当に今、本当にあの時の u t m b で3位とかなあのね4位とかになった時に自分は今の自分と思えないぐらいに違う自分なんですよあ<ー>あの激走モンパンとか見ても、はい、同じ人間とは思えないですもんね。あ<ー>もうあこんな早く強かったんだ俺<ー>とかすげえなー <laughs> この人みたいな感じ <laughs>、はい、だけどまあ自分同じ自分なんだけど、はい、世間は自分同じ自分で見てるから。はい だから本当にその時の自分に感謝したいなっていう気持ちはありますね。でもいろんなあの結びつきもですよね、うん、いろんな人たちの結び応援であったり40代のあの u t m p 2 0 0九年に2008年はまあ孤独の戦いでしたよね、うん、まあトレランニングっていう人口も少なかったし。 まあ日本人がこう本当に UTMB に行ってまあ本当に何て言うんだろうも,うもうドアウェイの中で戦ってきてでもこうして今回 UTMB に行く時にこんなにたくさんの人たちが応援してくれるなんてもう嬉しいですよねだから本当その10年っていうのはいや変わったんだなっていうなんかすごい何だろう まあそういった意味ではすごく幸せだし、うんま、お嬢さんが今度は、はい、あの株ラギさんがユーティーミービー走る姿をご覧になれるわけです,ね, <laughs> ですよね。あの娘もねちょっと連れて行くんですよね。娘も連れて行くんです。うん、初めてじゃないですかね。多分娘がねあの今六歳中学校一年生で、ね、はい、あの娘はねあの最近僕のテレビ N.H.K. とまあちょ見るようになったんですよね。前はなんか見たくないって言いてたけど、あのモンブラン見るとかパタゴニア見るとか言って、そのパパーっておいて、今年の夏あれだよね一緒にここゴールするんだよねって言って言って、うんゴールするゴールするちゃんとあおそあれ起きてなきゃダメだよって。 まあ、昔はね昼間の時間にゴールできたんで、はい、あのなんとか今はねもう僕の最大の目標は娘があの <laughs> 寝ない時間に <laughs> ゴールすることかなってあと2か<の>月ありますけどじゃあどういうゴールを大体何,何時間ぐらいでちょっとないっていうのはい、もう言いにくいかなと思うんですけど<ー>何時間ぐらいでゴールして。 明るいって言うとわかんないですね。二十二十五六ぐらいですかね。全然わかんないですね。あのかつては、はい、正直二十四時間かかるなんてことは考えてもなかった。U T B は二十四時間以内に走れるっていう自信もあったし、あのどんなに崩れても二十四時間かからないっていう自信があったけど、はい、この体って <laughs>。 どうなんだろううっていうのは全くからないまくいくことも、うん、うまくいかないことも含めて、うん、あ,のある意味結果が出るんで、うん、あののでもその結果をまた見てねあ何が足んなかったんだろうなって、うん、多分か科学者的にあやっぱりこれかとかね、うん、絶対答えいろんな答えが出てくるんで、うんはい、なんかそういう答えをなんか2年分の答えを探しに。うん なんか行きたいなっていうのもある。ガブラギさんのこうレースイメージっていうと、100キロ過ぎてからが本番だみたいな感じで、こうどんどん追い上げていくっていうイメージがもうすごい強いんですけれどもはいはい、はい。そうですね。次もそんなイメージでいらっしゃいますか。そうですね。まあ自分やっぱり100マイルはもう自分1 0やっぱりえとっとゆでビで言えば120キロのシャンペラックっていうところから、うん。はい あそこから上げていくのが自分の美学だと思ってるし過去やっぱり表彰台上がってきた時には必ずあそこから上げてきたし、うん、あのやっぱりそこはね本当になんていうかまさにもうふらふらで意識も遠くなるような状態なんだけどあそこからがやっぱり自分なんていうかねこの挫折の人生をまさに生かせる心の強さを示せるところだと思ってるから。うんうんうん まあ多分最初はねあの、えー、ライブトレイル見てもやっぱダメだなって多分その辺は多分大したことねえないろんな選今回出られますしねまあね強い選手いっぱい出るからねあやっぱダメだなって思いながらも100キロ超えてあライブトレイル見ながらおおおって、うん、おって感じ上がってきたぞみたいな上がってきったみたいな感じで <laughs> おっ,って感じの そういう流れができるといいなっていうあと、ねはい、応援する方はワクワクしますね。うん、やっぱ自分がそこがなんていうか見せ所だと思ってるし、うん、まあやっぱりなんか役所もそこはね,そこ,ねそこにやっぱり自分なんだろうやっぱ1マイルってやっぱりもうストーリー、うん、物語だから、うん、やっぱりそこにやっぱ自分の力点を常に置きた、うん、置いてるなって感じですね。だからやっぱり練習してもね。 いつもシャンプラックか先のあの3つの山のことをイメージしてますねやっぱりねもうでも本当にな,なんかやっぱ自分を作ってくれた大会だし、はい、やっぱり UTMB に出会わなかったら今の自分の人生もないし、うん、あのもちろん UTMF も作ることもねま、うん、ントフジも作ることもなかったしウルトラトレイルってカルチャーもねやっぱり。 自分がこう日本でこう強,く強い思いで伝えたいという気持ちもなかったろうしだ本当になんかこう全てを変えてきた百六十1 7 0キロの道のりをまた走れる楽しみっていうのかな、はい。はい なんかワクワクするなっていう、うん、多分いろんなことを思うんだろうな多分、うん、ああこの時あのスコットジュレクト、はい、あの話したなとか <laughs> セバスチャンとどうなこのやつか名シーン名シーンですね名シーンいろんな、はい、あの選手と戦ってきたあの舞台をまた違う人間みたいな感じで戦える戦うっていうのかな、うん、走れるっていうのがなんか楽しみですねプロトレイルランナー っていう,かもう冠木さんが40歳でプロになられた頃とって今日はその,今のようにプロトイレランナーの方がたくさんいらっしゃった時代じゃないわけで,うで,、ね、でもう常にそうこを冠木さんがまあいろんな扉を開いていったというか道を作っていったとっいうところがあると思うんですけれどもそういう一ファンからすると UTMB 終わった後、うん、まあどんなこう未来を作っていこうと思ってらっしゃったりしますかねう。 僕はもう終えるつもりだったらもうあのこれを最後にもちろん大好きな山を走ることは死ぬまでやめ,ないや,めやめようとは思わない大好きだから、うんうん、だけど100マイルを、ま、自分の美学の中で走れる体ではもうないと思ったからこそこれを最後にしようと思ったけど、はい、さっき言った信越の,あの声援とか、うん、その後皆さんにこう応援してもらったり。はい いろんな声かけてもらったりした時に、はい、あなんかこういつまでもなんかこうあのいろんな人たちにね、うん、あの勇気づけられるようなことをしたいで走るってやっぱりすごい幸せじゃないですか。うん、ね走りたくても走れない、ね、あの病気の人もいるし、うん、いやあの怪我してる人もいるし、ねうん、あのいろんな事情でできない人もいる中で自分がやっぱり走ってやっぱりそういった人たちいろんな人たちにねこうなんか勇気をつ そういうポジションでいられるんであればもっともっと頑張りたいなっていう気持ちもあるけども、うん、ただなんかこうそういう義務感っていうのもあるけどもやっぱりやりたいことも結構出てきたんですよねいろいろね台湾も行ったりしてた時に世界って広いれるなと思ってなんか自分のもっともっとやりたいことってでももう衰えた体の時には。 まあ、なんかもうなかったんですよね。もう正直。だけど、なんかいろんなこと試したときに、あ、俺まだやれる。こう疲れて、疲れない体手に入れることが。なんかできたから、なんかこう、もっと違うことやってみたいなっていう気持ちも。新しいことですね。誰もやったことないことやってみたいな。誰もやったことがないことですか。うん、なんか、いろ、いろあって頭にあるんだけど。今はちょっとね。いらないけど。いらないけど。でもね、だから、レバーの。 今回ユーティビはネバーの本当のスタートかもしれないなって。あ,あ、そうですか。うん、なんか、ネバー、今まではプレーみたいな感じだった。こ,ここからが。本当の勝負ってい,いけど、ね、いやそんなこと言ったら、あの、あそこで <laughs>、何言ってんだよみたいな感じの、あそこに人が。回ってらっしゃいます。<laughs> どうすんだみたいな、これからみたいな。<laughs> あの、でもね、あの、なんだろうね、やっぱり。そう、大変ですよ、やっぱ、あの、今まで、こうトレランニング。 で誰もこう歩いてない道をある意味こう自分が切り開いたところもあってああんでこんなことを背負わされながらやってるんだろうなって思う時もあったけど、うん、でも逆に言えば本当に何もついてない親切を自分が踏みしめてるって思えばあすごくやっぱりその何て言うかことへのやっぱり感謝ですよね幸せっていうのを今はすっごい感じてるな、まあうん。 なんか本当に今、本当にいろんなことにこう感謝しながら、だって、やっぱり昨日もね富士山走った時もね 2>、はい、んん2回走った、1 <laughs> 回目登ったん,ったん,ん頂上まで行ってね、2回目は7号車と3200ぐらいまで行ったんだけど、やっぱり辛かったけど楽しいしね、えー、やっぱりそういうことがさせてもらっているっていうことへの感謝とかね、はい、あのいろんなものに感謝して、うん。 これからも、ねあのー、頑張っていきたいなっていう、まずは UTMB でね、花咲かせたいですね。ありがとうございます。ちょっとそろそろあの皆さんに今度は質問を皆さんからお渡し、はいね、したいかなと思うんですけれども、あ皆さんあの、どうでしたか、<の>えっと、私自身、ちょっと一言だけいいですか。言、はいね、言いたくて言いたたくくててっぜひ 自自分自身このネバープロジェクトを冠城、まあ、さんと一緒にこの2年ほどかからせていただいてやっぱり自分も冠城さんの背中を見て育った世代なんですね、まあ、そこに影響を受けてでその自分があ自分たちの世代が冠城さんを追いかけて。で かつその姿をまた見て、まあ、ルイ君とかああいう若い世代がこう出てきたりとか,こうなんかトリラン界の,あの,その新しい新説の中をこう走り抜けていったカブラギさんたちの後をどんどんこう紡いでいくっていうのがこの「ネバープロジェクト」の一つのなんか自分が思う,こうストーリーといいますか。 まあなののでこの50歳迎えた冠城さんがもうよだれたらしながらぜいぜい走ってる姿を見てまあそれを若手がいやこんなおじさんには負けられないよみたいなことでどん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 んつながっていくとこのトレラン会といいますかトレイルランニングまあスカイランニングも含めてまあすごくこう幸せな多幸感といいますかね多分、得られてる方多いと思うんですけどもまあそういったものがつながっていくとまあいいなというのを、うんうん。なんかこうギリギリやるのは若い時だけ っていうスポーツにしたくないんですよね。トレランニングっていつの時代でもあのさっき映像でねよだれてるし,しながら <laughs> ええとか言ってるけど <laughs>、はいはい、あ大変だな皆さん。<laughs> やってる方はいたってた楽しいんだから別にそうですねそうそう別にあ苦しいのは楽しいんだからもう、うん、だからもうよだれ垂らしながら走ってる時の株主さんに <laughs> あのなんかこう何ですかねあのアテレコを当てるとすると <laughs> 苦しそうなんだけどあ幸せだなフワワワなんかそういうアテレコを入れたらなっていう人間ってねやっぱりさ幸せっていうのはさ、うん、あのなんていう感じ方はそれ人それぞれだし、うんうん、やっぱり極限に追い込んでる時が、うん しか得られない。こう高揚感とかね。そういうのってやっぱあると思うね。まあもっともっと聞きたいんですけどもまあ、皆さんからちょっと鏑木さんに対して聞いてみたいっていうことをちょっと早速ですけれども、えっと質問ある方挙手をお願いします。この方はどこかで見たことある方が。<laughs> なんと隅っこにまた座ってますね、でも入るときに目,目があったの、2009年にラギさんと一緒にあの3位入賞してで、こちら6位で入賞された横山峰浩さん <laughs> 今日来ていただきまましした横山と申します前の方に今日は目力が違うから、<laughs> 全然もう、もう最後まで隠し通そうと思ったんですけど、やっぱりこの2人はやっぱ空気で分かりますね、もう。<laughs> あじゃあ横山さん、早速、さんに質問をお願いします、あのーまあ、私も UTMB 出るんですが、あの若い日本人の方、土井選手とか、大瀬さんとかまあ出るんですけども、まあ、私とかわれわれは、ね、ああいう大舞台でやっぱり彼らを倒さなきゃいけない、<laughs> <laughs> いいですね,ねやっぱりそれぐらいの勢いでレレあのいかなきゃいけないと思うんですけど。 私もそのつもりで行くんですが、その辺はどのように考えてますかああの僕は正直あの、本当にかけなく正直なことを言わせてもらえばあの、一切考えてないです、<お>あの誰も考えてない、あのもう敵は自分だと思ってるし、あのそういう趣旨でネバーをやってきたわけじゃないし。僕は人と戦う u t m っていうのはもうやっぱり40歳の時までにもう本当に嫌気がさすぐらいまでもうとことんやり通したっていう気持ちが自分の中ではあるので本当に素直な気持ちであの自分自身に出会ってみたいっていうそこだけし,しかないです、ごめんなさい、もう <laughs> それしかないです、もう本当に。 まあ、もったいないなと思って、うん、お前には負けられないって言ってほしかったんじゃないかなっていろんなコメントがあるんでまあねレースなので勝ち負けがあって当然なのであのー、いろんな状況があると思うんですね選手なんでただやっぱりフルアタックしてダメだったらリタイアするでしょうがないだろうし結果が例えば10とか2とかまあつくのはそれはね競技なんでしょうがないんですけどまあ競技なんで私はね出るからにはやっぱちょっとフルアタック。 したいなと思って。僕もフラタックします。もちろん。僕もフラタックします。もういいですね。はい、つくばって。ないんでね。せっかく出るので。頑張りますよ。この二人が揃うとこうバチバチする感じがね。もう多分オールドトレイルランニング界の人は多分知ってると思うんですけど、この二人は相当なんかもバチバチやってきた中です。まあお互い多分意識してないかもしれないです。あ、でも横山さん意識してますよね。多分。 で、数々のやっぱり歴史を作ってきたお二人ですんで今回、このお二人がまた UTMB でスタートラインに並ぶっていうのはまあすごくこう、こなんて言うんですかねまあ、待ってましたっていう感じがあるんですよね。<laughs> だからちょっとそのゴールも、まあ あのー、明るいうちに帰ってきてほしいな、2人みたいな感じで、なんか、ちょっと思ってますけどね。えー、本当に娘が寝ないうちに、ちなみに、川村ぎさんから横山さんに、なんか、この場で質問とかありますか、えー、なんか。えーい、えっ、ー、と、どや、えそうですね、なんだろう。 質問じゃなくてもも何でもちょっと思ったことを思ったことをああんか横川さん多分後ろついてくるんだろうなっていうか分かんないどう,どうだろうなと思ってまあちょっといろいろコメントを聞いたのは初めてだったんですけどなんか正直あの今日のお話聞いてあのまあ皆さん多分思ったのこれでやめるのかなとは思って。 いました確実にでほ本当でしたら私去年も出たかったんですけどちょっと骨折しまして出れなかったんですけども、まあ、今年も、まあ、出たのもあっかぶさんと多分ラストになるなとはなんとなく自分でも分かってましたし、まあ、それで、まあ、今回もあのエントリーしたのも理由の一つです正直にし上ました、はい、多分対戦するのはこれで多分ラストになると思います ラストですす、ね、マジっすか、うん、いやネバー60とかあるんじゃないですかいやでも先ほどもちょっとお伝えしましたけどねあの若い世代から今まさに UTMF で表彰台立っているメンバーも出ますしあと、まああの、井原友っていう面白いキャラクターも、ね、出ますしねなんかこう今年のスタートラインは本当になんか目が離せないなという,、まあ、一もう完全になんかちょっとこう退いたファ,ンフ,ァンファン目線でちょっと今話してますけども。も、うん まあそれぐらいやっぱり注目が集まりますので、うん、ぜひ、あとは天気ですね、天気、うん、あのあ気、ね、多分知ってる方もいらっしゃるすけど 2>,、はい、2人がなんか雨で中止になって涙流すシーンとか、2010年あれはもう見たくないですよね。<も>そうするとあのなんだろうなあのアウトドアスポーツだと僕は鳥藍って思っていてやっぱりそれはもうすべて受け入れるしかないと思ってるんですよね。だから自分が、えー 一生懸命走るけどあの100%完走できないとも限らないしあの本当にレース自体は成立しないこともあるかもしれないしもうそれはもうすべて受け入れるっていう気持ちで僕は言います。うん、あのあのもちろん結果残せないということもあると思うしねあの思うようなそれはもうすべて受け入れるもうなんか本当にその心の整理ができたなっていう 感じがしますあのなんかこういろんな選手がねすごいいっぱい今回出るって聞いてるんだけど本当にあの前は強がってましたもう何て言うのか彼らには負けたくないっていう気持ちがすっごいあってあのすっごいストレスでしたねあの,あのやっぱりその中で誰よりも勝たなきゃいけないっていう状況の中で戦わなきゃいけないその ストレスっていうのはもう半端ないものがあったけどあのそういう戦いっていうのは僕はなんかこう今は何だろうな違うものとしてやっぱりアウトドアスポーツとしての捉え方やっぱりアウトドアスポーツってもう一番の究極っていうのは自分が設定した自分へのチャレンジだと思ってるんですよね。あの人じゃないと僕は思ってるあの 人にこだわってギリギリやる時代も必要それは必要です絶対に必要だけどあの人間ってやっぱ変わるもんだから僕は何か違う形で今回はチャレンジしたいと思いますやっぱり違うトレーランニングの筋道を作りたいと思いますあのこれからのね、うん、あの誤解なく言うと競うこと人と競うことが人を否定するわけじゃない、うん、あのー ななんて言うんだろうな自分のチャレンジ、自分の思い、考えにえ信じてそこに進むっていうことかな、なんかそうですね、そんな感じですね、<ああ S 1> 頑張りましょう。これはじーんときますね。